タマモクロス、タマモクロス、とは、日本中央競馬会に登録されていた、競争馬である。天皇賞、春、秋、宝塚記念の GI 競争などに優勝した。同じ、足毛馬であるオグリキャップとの足毛頂上対決に、多くの競馬ファンが湧いた。引退後は、種ボバとなった。現役時の主戦騎手は、三内勝美、半妹に、 エリザベス女王杯を優勝したミヤマポピーがいる。父、CB クロスが、白い稲妻というニックネームで親しまれていたため、稲妻二世や、白い稲妻とも呼ばれた。バレエは、当時の表記、数え年に適彩、玉もクロスの生産者であった、西木の正将は同馬を高く評価していたが、父、CB クロスに対する世間の評価は低く、 タマモクロス自身の線の細い外見も、相まって、下された、評価額は500万円という安値であった。ニシキヤは、その低評価額で売ることを拒んだが、当時経営が逼迫していた、同牧場の球場をさらに強めることとなる。その後、タマモクロスの体制を見ずして、牧場は倒産した。ニシキヤはその後もあちこちを転々としながらも、タマモクロスを応援していた。 しかし決して表に出ることはなかったという。そのため玉もクロス優勝時、表彰台の生産者の上には常に誰もいなかった。3月1日に阪神競馬場での新馬戦で、見ない勝み軌道でデビューするも7着といいところがなかった。ダートのレースの方が、ゆったりとした流れが多いから良いのではと判断されたため、3戦目のダート戦で初勝利を挙げるも、 その次に出走したレースで落馬事故に巻き込まれた。その後は休養を挟み、札幌競馬場でダート戦に出走するもレブン特別の2着が最高で、勝てず中央場所に戻っても2戦、連続3着という成績だった。陣営はやはり芝の方が良いのではないかと考え、ここで結果が出なかったら少し考えようという半ば。 諦めムードで10月18日の京都競馬での400万、下戦、芝2200メートルに出走させた。すると、今までの不審が、嘘のように七場審査で勝利した。勝ちタイムは、同日、同競馬場の同距離で行われた、キッカショ賞トライアル、京都新聞杯のそれよ早かった。次に出走した藤森特別、芝2000メートルでは、松永美紀おが起乗したが、 二着馬に八馬審査を付け勝利。この二層の勝ちっぷりから、一部マスコミから、菊花賞での関西の秘密兵器とこれたが、調教師の小原勇は先を考えて、ここで無理をしたら、絶対にダメになると、菊花賞には出走させなかった。続く、年末の DII なるお記念では、格上挑戦ながら、単勝3番人気に支持され、レースでは、前半最後方を進むも、 直線だけで名勝栄冠に6馬審査、やや重ばばながら、レコードタイムで勝利し、翌年の中央競馬の主役と目されるようになった。なお、この日は中山競馬が雪のため途中で中止となった。大橋巨戦は東京スポーツ市場にて発表していたフリーハンデでクラシック馬を上回る評価を与え、4歳馬の1位にランクした。 1988年は、前年の4歳クラシック組が制裁を欠く一方で、同期でクラシック不出走のマモクロスは株を上げた。小原は、天皇賞、春お店、日経一春杯から、阪神大将店というローテーションを描いていたが、バッシュサイドの金杯は、演技のいいレースなので、ここを勝てれば活躍が約束されるという演技担ぎを、 理由とした強い要望で、年明け初戦は1月5日、京都競馬場の議員、金牌、現、京都金牌になった。この金牌では一時行き場をなくしかけたものの、馬ゴミを縫うように、内拉地から抜け出して際どく勝利。直線だけで15頭を、ごぼう抜きという内容であった。続く GII 阪神対象点でも、最後の直線で打ちをつき、 前が塞がりかけるも逃げ込みを図る大ナカーペンターとの叩き合いで12年ぶりの重賞での同勝利となった。この二つが、連勝街道時代では最も苦戦したレースであった。そして、父、CB クロスが勝てなかった、GI 天皇賞、春では一番人気に支持され、やはり後方から内側をついて抜け出し、ランニングフリーに3馬審査をつけ、初の GI 勝利。この勝利は、 安城の未来にとっても初の GI 制覇だった。続く GI 宝塚記念は、前年の天皇賞、秋を制した日方帝王との天皇賞、優勝馬対決となった。一番人気は日方帝王に譲ったものの、レースでは、珍しく早めに院を前へ前へと進み、直線では外へ持ち出し、逃げ込みを図る日方帝王を差し切り優勝した。秋シーズンは、 海杭が細い玉もクロスなら、調教だけでも仕上がるだろうという小原の考えによりぶっつけで臨んだ。天皇賞、秋で、地方競馬出身のオス、小栗キャップとの初対決取った。両馬とも当年は無敗であり、また二頭とも足毛であることから、多くの競馬マスコミが足毛頂上決戦、当時と扱い大きな話題となった。小栗キャップは、 毎日王冠一着からの参戦であったのに対し、タマモクロスは東京競馬場ぶっつけ初出走、かつ2000メートルは距離が短いのではないかという全評判もあって、一番人気はオグリキャップに譲る形となった。レースではタマモクロスがこれまでと異なり、マイペースで逃げるレジェンド帝王の直後につけるという先行作に打って出て、場内を驚かせた。タマモクロスは、 粘り込みを図るレジェンド帝王を直線でかわすと、集団からの待機策を取った、オグリキャップの追い込みも一場身4分の1に抑え込み、優勝、勝ち抜け精度がなくなった、天皇賞において、史上初の天皇賞春秋連覇となり、また重賞連勝記録もそのオグリキャップとメジロラモーヌが記録していた、6に並んだ。その後、日本代表として出走した。 ジャパンカップでは一番人気に押された。後方から早めに上がっていき、直線では先頭に一度立ったものの、競り合いを避けて馬体を離したペーザーバトラーを指すことができず2着に敗れた。3着はオグリキャップ。引退レースの第33回有馬記念では人気投票、単勝人気とも一番人気だったが、レース前に囁かれた調子の下落のためか、最後方から、 残り3波論のスパートだけにかけた競馬となり、オグリキャップにハンバシン及ばず2着に敗れた。結局、オグリキャップとは、天皇賞、秋ジャパンカップ、有馬記念で3度対決して2勝敗。足下対決として、昭和時代最後の競馬会を盛り上げた。この有馬記念を最後に引退した。同年の JRA 賞において、年度代表馬、最優秀5歳上母馬。 最優秀父内国産馬、部門名は当時のタイトを獲得した。種母として北海道静内町のアロースタットに繋ぎをされた。中央競馬の GI 馬こそいないものの、マイソールサウンド、加熱クロス、大花賞で一番人気に押されたダンツシリウスなどの多数の重傷を排出した。2003年4月10日、超年点のためアロースタット内で死亡。 当時19歳であった。北海道新日高町の桜舞葉公園、オーマイホースパークに、タマモクロスの母碑がある。死亡の翌年の2004年10月には、JRA ゴールデンジュビリーキャンペーンの名場メモリアル競争の一環として、タマモクロスメモリアルが、同年の天皇賞、秋市交尾の東京競馬場にて行われた。妹に、宮ポピー、エリザベス女王杯、 東日ブラヤ王がいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。